さん、今日どんなことやりますか？はい、今日はですね、英語の冠詞というのをやってみたいと思うんです。冠詞っていうのは、あとかザってやつね。そう、あはね、不定冠詞、はい、ザは定冠詞って呼ばれるやつなんだけど、はい、それについて今日はね、ちょっと突き詰めてみます。はい、お願いします。はい、でね、この冠詞の違いってさ、僕ら全然気にしなくない？あとかザとかさ、英語を話したり書くときに ね、書かない、あんまり気にしないよね。そうですね、そこまでなんか気にしたことはなかったです。気にしたところでなんか意味の違いなんかないんじゃないかなって思っちゃうよね。うんうんうん、ところがね、これちょっと見てください。はい、これね、エリザベス・ロフタスっていう人の研究なんだけど、はいはい、この人が100人の人に交通事故の映像を見せたわけね。で、それを見せた後に、この質問をしたんです。一つ目のグループ。Did you see a broken headlight? Did you see a broken headlight?ね、で、2つ目のグループにはこういう質問をしました。 Did you see the broken headlight? Did you see the broken headlight? さあ、この違いって何かわかる？あとザの違いってことですよね。うん、その通りです、ね、このあとザの部分が違うわけですよね。はいはいはい、これさ、僕ら聞いても違いってそんなに意識しないよね。そうですね、今その言われたからなんとなく意識して聞いたんですけど、うん、言われなかった特にわかんない。そうね、あんまり気にしない。僕も多分ね、はい、普通に聞いてたら今あって言ったな、ザって言ったなってそんなに気にないと思うんだけど、はい、これネイティブにはね、うん、大きな違いがあるんですよ。そうなんですか。はい、例えばね、これ1回目の実験では、うん、あを使って聞かれたチームは 7% の人がね、見たって言ったのね、うん、それに対してザって聞かれた人は 15%、 つまり倍以上の人が、うん、イエスって答えたわけね、はい、だけど実はその映像には壊れたヘッドライトのシーンなかったんですよ。なのに見たって答えた人が 7%、うん、7% だったらまあ20人に1人が見たかなぐらいの話でしょ、うんうんうん、それに対して 15% っていうのは6人に1人ぐらいが見たって言ってるわけだから、この差大きいよね。でかいですね。でね、はい、なんとこの実験2回目では、うん、あで聞かれたチームは 6%、それに対してザのグループはなんと 20%。 え、めっちゃ増えてる、ね、めっちゃ増えてるよね、はい、5人に1人が見たって言ってるの、はい、でも実際には映像には割れたヘッドライトでなかったわけない。え、つまり言葉によって記憶が改ざんされちゃってるわけよ。あ、そう、見てもいないものを見たって思い込んじゃってるの。なるほど。で、この差は何で生まれたかっていうと、もうあとザの、ね、その違い。だからネイティブにとっては、うん、この違いってすごい大きいわけ、うん、え、じゃあどうしてこんな違いが出るかっていうと、うん、あとザの根本的な違いを知ればわかるんです。ザから始めますね。ザっていうのは、うん、話してる人と聞いてる人がお互いに何を指してるか分かったらザを使えるわけ、うん、それに対してあっていうのは、まあ、そういうのなしで、まあ、こっちの頭の中になんか一つ、ね、あるけど、うん、まあ、相手が分からない時にあを使うのね、まあ、そんなイメージだと思っておいて、うん、はい、それを頭に入れた上でさっきの文考えてみますよ、はい、だからザ・ブロークンヘッドライトっていうと割れていたヘッドライトがあることが前提になってて、うん、割れてたんだけどそれ見たっていう感じなわけ、うん、お前ちゃんとそれ見たがザのイメージなのね、うんうんうん、それに対してアの方は、割れていたヘッドライトがあったかもしれないんだけどそれ見たって感じなのね、うんうんうん、だから全員見てなかったわけでしょ今回ね、うんうん、全員見てなかったのにザで聞かれた人は、あ、もしかしたら共通認識としてね、これザ使ってるわけだから、うん、もしかしたら見てたのかもしれないなっていう、そういう思い込みから見たって答えちゃったわけね。なるほど。怖くない？え、でも確かにあの方がなんか協調性的には低いんで、なんか見てないかもしれないってなっちゃいそう、うん、その通り、うん、しましたね、素晴らしい。いや、センスあるね。ありがとうございます。いや、いいですよ。その通りなんです、うん、この違いね、まあ、うん、日常生活だったらまだいいじゃない、はい、これ裁判とか警察の捜査だったらどうよ。それはちょっとチャレンジしてほしいです ね。証人がさ、見たって言っちゃったらさ、困るよね。困ります。そのままやってないのにね、はい、うん、だからこういう違いまで生み出すぐらい怖い話なんですよね。だそれを頭に入れた上で皆さんもっとあとザはちゃんと使い分けなきゃダメですよ、はい、じゃあ今日はももあちゃんとチャンネルをご覧の皆さんに練習問題をやってもらいたいと思います。今から4つの問題を出します、はい、で、この表現が初めてね文に出てくるものと仮定して、うん、冠詞を入れた方がいいと思うんだらあかざを入れてください。入れなくていいと思ったらそのままにしておいてください。じゃあこの4問ぜひちょっと皆さんやってみてください。
ぜこういうふうになるかっていうのを説明していきますよ、はい、これね集合監視論っていう考え方で考えるとよくわかるんです、うん、まず前提としてザを使うときはある集団の中でたった一人またはひとまとまり全部の時に使うんです。なんでかっていうとザってさっき言ったように聞いてる人と話してる人が何を指してるか分かる時に使うって話をしたよね、はい、もしチームの中にその人しかいなかったら誰指してるか分からない。あ、確かに、ね、だからザを使うわけ。あるいは全部だったらさ何を指してるか分かるよね、うん、だって全部なんだからさ、はいはい、だからザを使えるわけ。じゃあさっきの問題もう一回見てみますよ、はい、さあこれ一つのチームなわけですよ、うんうん、コーチが一人いて、キャプテンが一人いてメンバーが何人かいる、はい、そういうチームです、はい、でコーチを指す監督は一人しかいないから何が入ります？ザ。ザですね。じゃあ今度はキャ、うん、首相、うん、これも一人しかいないよね。ということはザ。ザが入るわけですよ、はい、今度はメンバー考えてきますよ。何人かいるわけですよね、うんうん、で、まあ、何人かのうちの子は一人のイメージで言いたい単数形ですからね、うんうん、その場合何が入りますか？あ、そうです、不定冠詞のあが入りますね、はい、で次、何人かいる、うん、だけどこれ全員を指したい、全員選手団みたいなイメージでね、メンバーズで言いたい、この時は何か入りますか？ザ入るんですね。この場合ザ全部を指す時はどれを指してるか分かるんでザなんです。じゃあ今度はそのメンバー、まあ、5人いたとしてそのうちの3人何人かの選手って言いたい時、うんうん、ね、これ何が入りますか？なしですか？なしなんです。入らないんですよ、どれか特定できてないからね、うんうんうん、そう、あがつくか監視がないっていうことは、うん、どれか特定ができない時に使うんですよ、うん、これが集合監視論の考え方。これ整理するだけで随分後で使いやすくなる。確かに。で特にね、日本人が使えないのは全員を指すザ、うん、実はザがつくと全部になっちゃう、うん、だから例えば The States、 The State、 State っていうのはね、あの、うん、国って意味なんだけど、はい、The States だ、全部の国になっちゃう。だけど States って言ったらいくつかの国になるわけね、うんうん、座がないとある時はこんな違いもありますからね、うん、それを頭に入れた上で次の考え方いきますよ、はい、今度はチームがいくつか集まっている大会だと思ってください、うん、この場合はそれぞれのチームにコーチがいてキャプテンがいて、全体で見たらたくさんのコーチとかキャプテンがいるわけだよね、はい、ということは A coach、 これ使えると思わない？はい、使えると思います。そうだよね、ただこのチームのって言ったらもう一人しかいないからザがつくわけね。なるほどなるほど。じゃあキャプテンは？キャプテンは使えます。そうね、いっぱいいるからねその通り、いいんだよ、自信持っていこうじゃあ次の場合考えてください。今度はコーチが何人か出席している、まあ、コーチの会議みたいなイメージですね。その中の何人か、全員じゃないよ、何人かのコーチっていうイメージで言いたいとしたら複数形でコーチです。そう、コーチですですね、うん、じゃあもし全員のコーチを指したい場合は何て言ったらいい？ザ・コーチーズ。正解、イエーイ、ね、これで分かったでしょ。この全部のザっていうのが意外な落とし穴なんだよね、うんうん、次に中学の時にさ、うんうん、I play the guitar みたいに習ったよね、はい、でザ・ギター、なんで楽器の時だけザをつけるかって不思議に思ったことない？あー、あります。ねえ、はい、先生たちさ、楽器の時にはザをつけるんだよって教えてくれたけど、はい、なんでまだ説明してくれなかったよね。そうですね、あれはね、こういう考え方で分かるんです。クローズドなグループ、閉鎖的なグループ、うん、つまりね、もう役割とかが分かれてて、まあ、決まった数しかないようなやつね、種類とか決まってて、うん、ね、バンドを考えてみましょう。まあベースがいて、ボーカルがいて、ドラムがいて、ギターがいる、まあクローズドなグループでね、決まった数しかない、はい、オーケストラも似たようなもんじゃない、ね、ちょっと数多いけどね、はい、ピアノがいて、バイオリン、ね、がいて、うん、ビオラがいて、なんかいろいろいるけど、はい、まあ、クローズドなグループだよね、オーケストラ、はい、でその中での種類を指す時って、はい、まあどれを指してるか分かるじゃん、はいはいはい、役割や、はい、ね、だからこれザを使うわけ。だから今まで考えてきたザと同じ考え方でいいの。楽器だからザをつけなきゃダメだよとかじゃなくていいわけ、うんうん、この場合もクローズなグループの中の役割とか種類を指すんだったらザを使うんだよ。なぜならそれは何を指してるか分かるからザを使うわけ、うん、ね、これを覚えるだけで関してすっごいうまく使えるようになるから。なるほど。中学の時の先生ってさ、うん、初めて出る時にはあ
次からは座を使うんだよっていうふうに教えてくれるわけ、うん、昔々あるところにおじいさんがいました、はい、There was an old man みたいに言うわけ An old man、うんうんうん、で次に出てくるけど The old man って言うんだよとか、うんうんうん、言わないよ He って言うよなんていうのそういうツッコミを別にして、The old man って言って教えるわけよ、はい、でそうじゃないんだよね基本は、はい、初めて出てきても指しているものが何か分かれば座を使っていいわけね、うん、ということは目の前に塩が置いてあってこれ初めて話題に出てきても何指してるか分かるよね。では Pass me the salt please、ね、座を使って Pass me the salt please って言えるわけ。だからさ結局は中学の時に習ったような初めて出てきたらあ次が座じゃなくてお互いに聞いてる人と話してる人が何を指してるか分かれば座なんだよって覚えておいた方が絶対にいいわけね。はい、ということで今日は英語の漢詞の使い方について学びました。はい、なんか意外に簡単なルールだったんじゃない？そうですね、こう聞いたらなんかあ、分かりやすいって今納得しました、うん、それまではもうつけるのが普通ってなったので。そうね、しかもみんな適当につけるからね、はい、そうですね、これちゃんと使い分けできるようになるといいなと思いますけどね。はい、はいはい、それでは他の動画もチェックしてくださいね。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。 See you next time.